しよし、いい子ちゃんですね。おやすみー、しのちゃん。ママはそろそろお仕事に行きますからね。ん？やっと起きてきた。今、トースト焼くから。舞さん、兄さんから連絡あった？しょうがないな、兄さんも。単身赴任なんか断ればよかったのに。仕方ないのよ、向こうの仕事が忙しいみたい。でもさ、赤ちゃん生まれたばっかりなんだよ。気にならないのかな。店も育児も舞さんに任せっきりでさ。それって男としてどうよって思うんだけど。あのね、つとむくんも会社に入れば茂木さんの大変さがわかるわよ。だから今日はしっかり働いてもらわなくちゃね。今日はじゃなくて今日もでしょ。いちいち口答えしないの。いいから、おしゃべりはおしまい。ほら早く食べて食べて。お店の掃除手伝ってよね。朝ごはんぐらいゆっくり。ダメ、今日アルバイトの人が来るんだから、いつも以上に綺麗にしなくちゃね。うん、こんなところかな。ストームくん、なーに見てるのかな。相変わらず手際いいね。当然、私プロよ。じゃあこれ配達に行ってくるから、店番お願いね。あ、そうだ、バイトの人来たら待っててもらって、しのちゃんのことも見ててね。よろしく。はいはい。暇。あれ、お客さん。このお花の名前はあやめね。間違いないわ。それラベンダーなんですけど。ラベンダー。ああ、そっか、そうだったわ、ラベンダーね。間違えちゃった。まだまだ勉強不足ね。お店の方ですよね。舞ちゃんいらっしゃいますか。いえ、今配達に出てて。あ、もしかして今日から来るバイトの人って。はい、高間小杉って言います。よろしくお願いします。あ、どうも、俺桂木つとむと言います。よろしくお願いします。舞さん戻ってきました。舞さん。あ、先輩来てたんですね。お久しぶりね、舞ちゃん。今日からよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。あ、もしもし、しげきさん。じゃあ小杉さん、中へどうぞ。お花の香りでいっぱいですね。あ、小杉さん、俺に丁寧語使わなくていいんですよ、年下だし。いいえ、そんなわけにはいきません。つとむくんはお店の先輩になるんですもの。こういうことはきっちりしないとダメです。あ、マジ。ねえねえ、明日しげきさんが帰ってこられそうだって。よかったね、まいちゃん。じゃあつとむくん、こっちはいいから、うちの中の掃除やって。今から。当たり前でしょ、しげきさんが帰ってくるのよ。これだもんな。小杉さん、舞さんは人使い荒いですから気をつけてくださいよ。いいから行って行って。はいはい。はいは一回。はい。もう生意気なやつでしょ。あれ、兄さん戻ってきてないのか。ただいま。
やっぱり。おかわり。ご飯は？みんなと食べてきた。焼け酒？そう。ほんとしょうがないな、兄さんは。ほんと。飲みすぎ。何するのよ。返し、もう、返して。飲みすぎだって。保護者面しないでよ。舞さん、いつも頑張りすぎなんだよ。頑張らないとやっていけないでしょ。しげきさんいないんだから。寂しいの。ごめん。なんで謝るの？それは、ほんとごめん。つい俺。ありがとうございました。ああ、つとむくん、もう学校？うん。帰るの何時頃？わかんない。そう、行ってらっしゃい。はあ、舞ちゃん。え？何かあったの？つとむくんと。何でもないですよ。喧嘩でもした？この頃なんだか変だもの。そうですか？いつもこんな感じだと思いますけど。それならいいけど、悩んでることがあるなら遠慮しないで相談してね。ありがとうございます、先輩。甘えちゃダメ。おはようございます。おはようございます、先輩。今日は笑顔ね。どうしたの？具合でも悪い？いえ、大丈夫です。舞ちゃん大丈夫です、本当大丈夫ですから。あの、つとむくんは？今日は授業休校だから手伝ってくれるって。小杖さん、おはようございます。おはようございます。じゃあ俺こっちやっとくから。ええ、お願い。よくわからないけど、二人の雰囲気、前のに戻った。うん、前とはちょっと違うかな。そうですか？ええ。とにかく、今日も一日、よろしくお願いします。ええ、頑張りましょう、舞ちゃん。私はお掃除しますね。お願いします。お花、店の前に並べたよ。ありがとう。本当にダメよ、今からお仕事なのに。ちょっと。なの？お願い、つとむくん。よし、